こんにちは、泣き言です。本日南ホイール2022の、ライブ5直後となっております。直後となっております。はい、独特なあの発声で お送りしておりますけれども、南ホイールね、あれでしたね、ジャニスだったんですけど、どうでした？今日は安心安全のジャニスで、なんか自分のツアーで来てるかのような気持ちでやってました。本当にお客さんみんなあったかくて、もうなんかすごい本当ツアーみたいだったよね。こちらワンマンかと思うぐらいみんな手を挙げてくれて、本当にありがとうございました。楽しかった、あっぱれ。ということで、大阪ってさ、毎回来るときにさ、すごいどん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 更新されてってるというか、あったかい場所だなと思ってるんですけど、なんか大阪のエピソードとかあります？エピソード、逆にあるエピソード、いいんですか。どうぞ。私めっちゃ喋っちゃうけど、大阪でね、ここジャニスよく来るんですけど、そうすると下にさ、大間さんの走るねやつがあって、でなんかその狂ってるってほどではないけど、なんかね、たまにかけたりされるじゃないですか。そう、なんかそれをちょっと私もちょっとチャレンジしたいなって思ってて、まあ、ちょっと今日はあれだけど、また今度ジャニス、まあ、すぐ来ると思うんで、ちょっと次ジャニス来た時には私ちょっと100円ぐらいかけたい。100円からかけれるの？100円かけれる、ワンマさんチャレンジ。あ、そうそうそう、100円かけたいなって思ってて、でまあその純粋に馬を見たいなっていう。馬はまあ映像でしか見れないけど。あ、馬いたらやばいからね。下でね、走ってたらやばいね。どうやって上に上がったのみたいな。はい、すいません。で、そうそうそう、なのでお馬さんというのと、あとここは何といってもポテトと唐揚げが美味しいですね。お客さん食べれるんだっけ？え、食べれないんだっけ？楽屋飯かな、わかんないけど、もうすぐそこにポテトと唐揚げが待ってるので、お腹減ってきたんでまた食べようかなと思ってます。で、私たち泣き言がですね、実は、10月の18日、大阪城山街音楽堂にて、我々のレーベル、マーフィンディスクスが主催している、大阪城夢祭りライブガンボパークマーフィンパークエクストラ XX 南ウィルエディションというのを、開催いたします。学生証を持ってる人と、南ホイールのチケットを持ってる人はみんなタダで入れるんですね。ワンドリンクだけで入れるので、ぜひぜひそちら、チケット と、ドリンク代握りしめて、上映音でお待ちしておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。以上、泣き言でした。